ダメ。ごめんなさい、ごめんなさい。足の方見ながら。なるほど。はい。おいけ、いける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 。うわ。さあ始まりました、放課後チャレンジ。部員のネイチャーバーガー三浦です。ネイチャーバーガー笹本です。タマスイ。そしてあやねです。ソータです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。放課後チャレンジは皆さんからいただいた依頼を僕ら部員が体当たりで挑戦していくチャンネルになっております。はい、今回はソータさんとあやねさんも一緒に頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美男美女で確かにね嬉しいね今日はねさあそして今回の依頼はですね、はい、鉄棒が上手くなりたい逆上がり編でございます。はい、素晴らしい。逆上がりですけど2人はできますか逆上がり。体育の時間に1回だけできたことあるんですけど、うん、それ以来ずっとできてないんです。むずいもんね。あやねさんはできます。おい、できるの。できんだ、なるほどね。じゃあ笹本さんはできますか。人生で一回もできたことあるさあというわけで今回逆上がりを教えてくれる先生をご紹介しましょう。こちらの方です、どうぞ。あら、おー、嘘でしょ。すごい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。年間25万人の生徒が通うネイス体操教室の中津川優先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回ね、マット運動の時もご指導していただきました。今回ね、逆上がりを教えていただくんですけれども、上手にできるようになりますかね。逆上がり、力も必要なんですけど、はい、やり方、コツを覚えれば、できないができるようになったり、あとは綺麗にできるようになったりと、変わっていくと思うんで、はい、ぜひ練習してみてください。お願いします。お願いします。まずは先生に、逆上がりの手本を、見せていただきましょう。静か。なんか全員が言葉を失ってましたね。すごかったね。綺麗な。綺麗すぎて。逆上がりでした、今。逆上がりでしたか、今。逆上がり。ぐるんと回る感じじゃないですね。はい、こう綺麗にスーッと行く。すごい綺麗でした。じゃあ続いてね、3人の実力チェックということで、1人ずつ逆上がりをやってみましょうか。はい。はい。じゃあ、ソータさん。はい。お願いします。はい。緊張感。あ、いけそう。あ、惜しい。惜しい。いけそうだったけど、ね、あ大丈夫だよ。まだまだ、こっから上手くなるって話だよね。全て失った感じになんなくても。あやねさん、挑戦お願いします。あ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗、お上手ですね、あやねさん。もう教えてもらうことないぐらいの綺麗さだったけど、うまかったですね。うまかった。そうですね、めっちゃ上手ですよ、ね、先生もうまいと褒めてる。笹本さん、挑戦お願いします。え、何していいか分かんないな。いきます。ダメ。ごめんなさい、ごめんなさい。子供たちが気遣って笑うのがすごい痛いです。うん、すごく。全然やん。いや、ちょっと全然。全然できてないですよ。はい、先生、どうですか。惜しかったですね。あといくつかポイントを抑えれば、きっとできるんじゃないかなと。本当ですか。本当ですか。その優しさに甘えちゃいますよ。大丈夫です。皆さん非常に惜しかったんですけども、はい、ソータさん、はい、ソータさんの逆上がりですね。回るときに、目線が後ろに回っちゃっていましたので、はあはあはあ、はい、顎を引いていただいて目線は前に残しながら、回っていただくのが一つポイントかなって思いました。なるほど、はい、あと笹本さん、はい、はい、笹本さん腕がちょっと伸びてしまってたんで、あ、はい、もうここ、はあはあ、腕の力少し意識していただければもうずっと、はい、いけますか。できます。は、頑張ります。すいません、はい、上向いてたってことですね。こう仰向けになってた。ああ、でも顎引いてて、うん、腕も引いてるな、ちゃんと。よしよしよし、ね、自分の足の方向を見てやってみようね。おお、いけそうじゃん、もう。え、惜しいですね。足を上げるときに、はい、そう、同時に体が後ろに下がらないように、少し体は待ってるような気持ちですね。
なるほど、足が先で胴体が待ってるって状態なんですね。そうですね、少しなんですけど、なるほど、一緒に倒れてしまうと、はいはい、ちょっと回転が難しくなってしまうので、大きく、はい、体を持ちながら大きく開く、下、あとは下の足も使って地面を踏んづけるような気持ちでいきます。綺麗だ だな目線と前の足と踏み込みとよっ、あーほらいけそう、あいいじゃん、いけそうだよね。これもう一個先に行くには先生どうしたら。そうですね、体はい、伸びてしまうと、はいはい、回転するときは体を丸めていただいた方が、なるほど、はい、回転力つくので、はい、体も内側に丸めるような気持ちでやっていただくといいかなと思いますね。はい、これ体を丸めるだけの練習みたいなのもあるんですか。ございます、ありがとうございます、はい、あるんですね。ちょっと床でやるような動きになるんですけど、はい、やっていただく動きは本当にシンプルですね、はい、座っていただいて手は膝を抱えるような形で、はいはい、で体が下がっていくときにお尻が上に上がっていくような、はい、でこの時丸くなった体と目線を足の方に向けようねっていうことも意識しながら、はい、これが逆上がりの感覚なんですね。そうですね、はい、力抜けてしまうと体がこう伸びてしまう、はい、これだと回転できないので、はい、しっかり顎を引いて体丸めて足の方を見ながら、なるほど、はい、なるほど、こういった感覚を鉄棒を持ちながらできるといいかなと思います。なるほど、はい、これ卵って呼んでるんですけど、あ卵、教室の方では、はい、自分の体が卵になったような気持ちで、あ、分かりやすい、分かりやすいな。よっ、卵、あでもさっきよりは丸みが帯びた感じがする。キックもうちょっと奥の方に、あそう、頭の上の方にキックするような気持ちで、はい、いきましょう。あ、いけそう。あ惜しいね、ちょっとですね、本当に、はい、あともうちょっとなんだ、何が足りないんだろう、まあ、目印があった方が、まあ、より分かりやすいかな、はい、なるほど、はい、ここに足を伸ばして、そう蹴りに行くような気持ちでやっていきます、ですね、おー、全然違うわ、惜しいです、あとほんとちょっとですね、はい、そんな変わる。でその時目線もボール見ていて大丈夫です。いけてる、蹴れた、普通に蹴れたすごいじゃん、蹴れたけど、蹴れたけどその先に行かないのか、そうだぜ、あの蹴るんじゃなくて回らんとダメ。先生そうだぜ、左だけで蹴ってますけど右足も一緒に、できれば、はい、足はなるべく前後に開いていた方が、はい、勢いとしてはつきやすいと思うので、なるほど、はい、足を途中で揃えてしまうと逆に途中で止まってしまったりだとかありますね、はいはい、そのまま片足のキックの気持ちで大丈夫だと思います。そうなんですね。おお、いやもうほぼほぼできてるよ、はい、まあ、こういった目印など使っていただくと、はいはい、足がより遠くまでキックできるかなっていう、なるほど、はい、形ですね。腕が伸びないように、腕が伸びないように、はい、頑張ってください、いきます。見てらんないよ。俺も頑張ってるから。佐々山さん、足をこう蹴上げるっていうのを、蹴り上げてたか、それを先を見るのね、学んでくださいよ。はい、ごめんなさい。いきます。そうです、あと少しです、はい、あと少しです、はい、腕の力意識していただくのと、はい、足を前後に開くように、前後に開くようなイメージですね、はい、おすごい、先生がすごいわ、これ持ち上げて、はい、足が全然わかんない、腕と足を頑張ってみてください。はい、いきます。よっよ、おおおお、これは無理だよね。今でも一番惜しかったんじゃないですか。一番惜しかったっすか。はい、足が大きく上がっていたので、はい、上に上がりましたね。足を開いたら、はい、はい、鉄棒の上にお腹を近づけに行くような気持ちですね。鉄棒の上側に、はい、できればこの鉄棒よりも体がおへそあたりが少し前に出したような、なるほど、姿勢の方が足が蹴り上げやすいですね。はい、はい、お尻が下がってしまうと足が上に上がってこないので、はい、いきます。その大きく蹴っていただいて、大きく蹴っちゃっていいですか。お、やばいやばい、あ、あ、こっから、お願い、あとは自分の力でお願いします。OK。 どうすればいいのか教えて、誰か。
怖い。おお。痛い。よいしょよいしょ。ちょっと痛い。頭。できました。よくできました。逆上がり終わった後にしっかり、はい、ツバメの姿勢、この指示した姿勢で、はい、お止まれるように、これがツバメの姿勢、そうですね。ここから別の技に、繋がっていったりします。じゃあ綾さん一回、じゃあそのままツバメの姿勢でちょっとキープをできてみたら、いきます。いけたね。きれい。嘘でしょ。ですね。最初からできちゃう。スキージャンプみたいな。指まで伸びるっていうのが結構難しいんですけど、はい、はい、綺麗に伸びてますね。確かに、はい、完璧じゃないですか。スラーって見えましたね。ちょっと形変えてみましょうか。あれ、さらに上のステージ。はい、もう行っちゃうの次のステージ。逆上がり、このチョキの足で、ね、前後に足を開いた状態で、ね、チョキの足やると思うんですけど、はい、この前の足に対して足を揃えるんですね。うん、はい、ん。足を揃えた状態で逆上がり。わ。となるとまたこれは難しい。これは高度な技かなと思いますけれども、坂上基本ができているときっとできるんじゃないかなと思います。じゃあ、怖い。怖いよね。なんてことやらせんだよね。ひどいよ本当に。もちろんで、ね、最初失敗しても大丈夫ですので、はい、足がこうバラバラにならないようにこう2つ揃えてやることを少し考えて、はい、やってみてください。意味が分かんなかった。いきます。はい、いける。どうやって飛んでんの。あ、体が下がっていると足が上がってこないので、はい、下がっている、はい、足を揃えてやるときも足が鉄棒よりも前の状態で、うん、最初この形ちょっと辛いんですけど、はい、ここから少し曲げてジャンプと同時に、うあ、ジャンプするのか。こうやって先生にね、今みっちりこう逆上がりをね教わりましたので、もう一回一人ずつ逆上がりやってみましょうか。ソウタさん、お願いします。よっ、うわっしー、ほぼできたと言っても過言ではないんじゃないですかね。ソウタさん、惜しい。拍手。いや、惜しかった。うん、全然上手くなってた。はい、惜しいよ、ソウタさん。あやさん、お願いします。いきます。はい。おいける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 うわすげえ粘ったねすごい、アイナさん。おすごかった、粘り腰が。形も力も、はい。上手にできてると、足を揃えてもできるということで。綺麗だったなぁ。佐藤さん、お願いします。いきます。お願い。そっからよ。ここまで行くんだよな。行くぜ。行け。頑張れ。卵になってください。卵。はい、足を手首から回します。足を顔の方に近づける。足を顔の方に。先生、助けて。手首を回す。手首を回す。待って。顔に近づけて、足をさ、顔に近づけて、足を。怖い、痛い。痛い。あ、痛い。腕がプルプルし。でもここまで来れたの初めてです。すごい。そうですね。蹴り上げも良くなったし、引き付けも良くなっていたし、はい、はい、お腹鉄棒に乗っていたんで、はい、練習の内容がバッチリできてますね。明日から毎日やります。じゃあ2人は今日1日やってみてどうでしたか？ここまでできるんだったらもっと能力を伸ばしていきたいなと思いました。素晴らしい。素敵なコメント。あやさん、さらに上のステージ行きましたけれども、今度は新しいレベルに挑戦して、それをさらにもっと上手にできたらいいなと思います。すごいね。ストイックです、彼女。先生、3人の逆上がり見ていかがでしたか？今日はポイントがね、少しずつできてきていたので、一緒に練習していて、とても楽しかったですね。あ、はい。はい、嬉しいです。逆上がり練習するときに、まあ、お腹も痛いし、手も痛いし、鉄棒嫌だなって思ってしまうね、小学生の皆さんとか多いと思うんですけど、はい、自信をつけるためにも、たくさん練習して頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。
そう静かなんだよなすごいんだってわあやっぱ維持するのむずいんだ分かってたあ僕らの挑戦を見ていいねと思った君はぜひチャンネル登録をお願いします。